はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線北千住駅の駅線が立ち入り禁止になりましたというニュースを詳しくお伝えしたいと思います。では本日もよろしくお願いします。映像の駅は JR 東日本北千住駅です。そもそも駅線とは何かというところからお伝えしたいと思います。駅線というのは、撮り鉄の用語ですね。いわゆる鉄道ファンの用語になっておりまして、駅のホームの先端のことを略して駅線というふうに呼んでおります。一般的に鉄道写真ではホームやそこにいる一般客が映り込む構図は好まれないので、駅で撮影をする際には駅の端から反対側の列車を撮ることが多いです。それとよく使われる用語でかぶりというのがあるんですけれども、例えば北千住駅ですと、今見ていただいている通り2番線が待機ホーム、今2番線特別に特急が止まってますけど、本来は特急はこのホームには止まらず、2番線で3番線を通過する特急電車を待機する、で1番線は取手方面の電車が発着するというような感じになっております。で2番線3番線でもし撮影する場合は、1番線に入ってくる取手方面の電車を撮影するということが多いんですが、仮にこれが2番線に列車が到着してしまった場合に被ってしまって撮影できなくなるので、これのことをかぶりというふうに呼んでおります。この日特別急行日立30号が2番線に停車してるんですけど、これはですね、この先の駅で、ある事故がありまして運転見合わせになって、上野行きの電車は運転できるので上野行きを3番線で通す、2番線は特急電車を停車させるというような特別処置が取られた日の映像になっております。この動画詳しく見たい方はリンク貼っておきますのでぜひご覧ください。で、本題に戻らせていただきますと、この北千住駅の駅線ですね、駅のホームの先端がですね、立ち入り禁止になりました。今回立ち入り禁止になったのはこの2番線3番線ホームの上の寄りの先頭という感じになってまして、今のところ取手寄りと1番線の上の寄り取手寄り、ここは立ち入り禁止にはなっておりません。立ち入り禁止という、ホームの端に入れない状態になっているので、実質的に2番3番線の上の方から取手方面の電車を撮ることはできなくなっております。ただ望遠カメラとかを使えばね、一応可能ではあります。じゃあなんでこんなことになってしまったかというところなんですけれども、一番の理由は撮影のマナー違反が大きいと思います。三脚ですとか自撮りカメラというのはですね、使用が今禁止されております。自撮りカメラ、自撮り棒ですね、自撮り棒に関しては架線に引っかかって感電する恐れがありますし、三脚ですとか脚立を使うと、転倒して線路に転落する恐れがあります。また、脚立を使うとですね、スペースたくさん使うことになりますので、一般の本来鉄道を利用するというのは乗車したい方ですねに迷惑がかかる恐れがありますので、そういった理由で禁止にされているんですけれども、YouTube ですとか Twitter にも他の YouTuber さんが挙げております通り、ルールが全然守られておりません。特にこの北千住駅はですね、カシオペア号が運転される時にはすごい人数の撮り鉄が押し寄せる駅で有名になっております。構図がものすごくいいんですね。ちょっと実際に撮った写真があれば一番なんですが、今回ご用意できていないんですけれども、先頭から端っこまで、列車の先頭から端っこまでを丸々写すことができる、そして架線ですとか余計なものを紛れ込まさずに撮影することができるという、都内の駅では結構珍しい駅になっておりまして、撮り鉄の方が
まあ、よくその臨時電車が運転されるときには集まる駅になっております。そして、まあ、持ち込み禁止の脚立だったり三脚を使ったり、まあ、あと自撮り棒を使ったりですね、馬政大会をしたりっていうことがですね、ここ最近といってもまあ2年3年ぐらいになるんですけれども、かなり横行しておりまして、まあ、ついにその影響でか立ち入り禁止という感じになりました。実際臨時電車が運転されるときですね、何回かこのチャンネルでもライブ配信を、まあ、北千住ではないんですけどさせていただいたことはありますが、黄色い点字ブロックの内側に下がって撮影お願いしますっていうようなアナウンスだったりとか、まあ、ロープがこう一時的に敷かれたりとかっていったことはあったかと思います。で、今回のこの北千住駅の2番線3番線の上の寄りに関しては黄色と黒の立ち入り禁止のテープですね、これがぐるぐるに巻きつけられて立ち入りができないような状態になっているということです。もしこのような状況がですね続けば、まあ、他の駅でも起き続ければですね、まあ、北千住駅だけではなくいろんな駅で、駅線は立ち入り禁止というふうになる可能性も十分ございます。まあ、私ももちろんですけれども、ぜひ皆さんもですね撮影マナーを守って楽しく鉄道写真を撮っていただきたいなと、まあ、鉄道を愛するものとして同じ気持ちだと思いますので、撮りたいっていう気持ちは一緒だと思いますので、そして JR 東日本も本当は禁止なんてしたくないというふうに思っていると思いますので、まあ、少しでもちょっとマナーの向上がされればいいなというふうに思っております。ということで今回は北千住駅の上野寄りの2番線3番線駅線立ち入り禁止について、速報でお伝えいたしました。一応ですねツイッターには出ているんですけれども、カシオペアの運行が終わってもこの黒と黄色のテープは取り外さないというのを、ある方が駅員さんに確認を取ったということです。ただもしですね状況が変わりましたらコメント欄ですとかツイッターで教えていただければと思います。この動画役に立ったいいなと思った方はチャンネル登録高評価コメントお待ちしております。緊急の動画ご視聴いただきましてありがとうございました。この特急電車が北千住駅に停車する貴重な動画ですね、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。Thank you for traveling with us, and we look forward to seeing you again.